はい、皆さんこんばんは、ギースです。ではファイナルファンタジー7リメイク続きからやっていきます。よろしくお願いします。一回ね、仲間とはぐれたんですけど、なんとかね合流したんですけどね、これなんか変なバリアね、これバリア切れないバリアがあって、向こう側にねティファとエアリスがいるんで、このスイッチを押したらこれ大丈夫なのかな、取れるかな、このバリア。さあ行きましょう。はい、どうだ、パーティーを切り替えますか。え、どういうこと、あ、え、ん、あれ、あ、こっち操作すんの、気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな。了解。ということで、どうやらね、この二人で何か、なんか制御装置をなんか解除するのかな。オッケーオッケー。ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは、え、私平気だよ。心配してくれるんだ、さすがエアリス姉さん。まあね、ちょっとクラウドの様子はだいぶ研究所に入ってからおかしいですよね。あ、忍ぶ蹴り飛ばしたよ、恐ろしい人だ。くるくる回ってるわ。ちょっとこっちか、行こう、行くぜ。さあ、なんか起動スイッチがあるかもしれない。おらおら、これは違うか、違うわ。どこに行くんだい、こっちか。上に上がってきましたけど、第三研究室。扉開きそうにないね。いや、これ大丈夫、引っかかってるよ、エアリス。ティファならいけんじゃない、ワンちゃん。ね、ティファの怪力ならなんとか。これを調べればいいかな、じゃあ。はい。どう？クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。どうか。あのね、北条が。ちょっとデカデカとか言ったらね。あれを操作する。あ、そのジェノバがいんのか。中央端末か。なるほどな。パーティーを切り替えますか。また切り替えるのこれ。あ、これどんどん切り替えながら進む感じか。そういう感じか。わかった。把握した。じゃあ中央端末に行けばいいのかな。どうやって行くんだ。これ。あ、これか。なんだ。行ってくる。おお、すげえ。やるね。ソルジャーでも無理か、この斜面は無理か、この角度は無理だよ。お願いします。ありがとうございます。さすがっすね。制御盤がない、こちらからは進めそうにないな。あ、そうなの、制御盤がない。そしたらどうした、制御盤を探せばいいのか、別の道を探せばいいのか。さあ、どっちなんでしょう。ここでまたパーティー変えればいいのかな。あ、切り替えれるね。あ、じゃあこれでまた切り替えていくのか。じゃあもう少し探してみたいけど、あ、こっち行けるんじゃない、このレバーを。はい、おい、よし、こっちはいけるね。見て、エアリスか、下も繋がったみたい。 あ、なるほど、そういうやつね。報告しよう。あ、そういうやつね。すげえ手間かかりそうだねこれ。クラウドさん、大丈夫ですか。これでいきますよ。分かった。よし。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。よし。じゃあ中央端末を目指しましょうかね。何の研究だよ、ったくよ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生は、ジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえよ。めちゃくちゃ重要なこと言ったけど今。レッドサティンめっちゃ詳しいな。生体情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。ああ、あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。人間体は持たないのかな、体が。全力で行け。お、敵出るのか。マジか。これ新しくさ、武器変えたからアビリティ覚えたいんですよね。なんだったっけ。これで反撃の構え、これをしたい。これでアビリティを習得したいんですよ。反撃の構え、よし。じゃ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 
だ。お、なんかレバーがあるぞ。とりあえず引っ張っておこうか。ふん。さあどうなる。何が起きたか。道ができた、道ができた。よしよしよし、いけるな。でもこっちもなんもないよね。こっち行けないよね。こっちもだって無理だったもんね。ということで下行きましょうか。よしよし、行こう。もう着いたんじゃないこれ、中央管制室かな。あ、マテリアがある、マテリアがある、研究室の前だった。マテリアがある、マテリアがある。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。詳しいな、レッドサーティン。時間が、じゃあこれは特にまだダメと思う。いじれないのかな。いじれんの。あ、いじれる。2って書いてある。なんだ、なにこれ。輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。サンプルテスト、なんか出てくるの、もしかして。どういうこと。これ3開けた方が良かったのかな。これ3、あの部屋開くのかな。第3研究室。輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。これで開くじゃん。二人に声をかけてね。十分に注意して進めとな。ディファー、元気。ディファー、ディファー、聞こえるか。中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。よし、これでパーティー切り替えて、で第三研究室の扉開いたから、多分北条のモンターがいる。無理はするなよ。ありがとう、行ってくるね。しゃあ任せてくれよ。じゃあ行きましょうか、第三研究室。さあ来い、来い。どこだどこだどこだ。いないぞ敵。なんだこれ、またレバーか。好きだなこのレバー。シンラ、なんか開いた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 。めっちゃショットガンとかありそうだけど、どっか開いたぞ。あ、敵だ。キャッチミス、自分に使った。止めた。じゃあね。よし、取れるな。敵にも優しいね、さすがエアリス。なんだろうこの部屋、なんだか悲しい。何これ、血。実験に使われた生物とかがいたのかな、ここに捕まって。檻っぽいもんねこれ。あ、なんてひでえこと。あ、なんか開いた、開いた。まだいるじゃん。誰君、かわいそうに。出してあげよう。ほら、犬がめっちゃ生物がいる。犬かな、犬っぽいな。かわいそうに。許せねえな、動物にそういうことすんなよ。北条、どこだ北条。わからしやるよ北条。どこだ俺は。来たことありますか。これやらなきゃ。なになに、そこ出てきちゃって、倒しかないのか。よし、いける。ジャッジメントレイン、私に任せて。ほら、よし。ふぅ、いやエアレス慣れてないな、しばらく使ってなかったから。これで一通り倒したかな。すまねえな、成仏してくれ。どこ行くんだ。 この部屋来た意味あった俺。あ、ここ行けるんだ。オッケーオッケーオッケー。見えない見えない。すいません。回復したいな。配下持ってくるの忘れた、間違えた。なんかよし、で、まあ、違う、危ない。おい、戻れた。セーフセーフセーフ。こっちか。あ、これも死ぬボックス。そこ、これ実験したんだ、マジか。やばいな、やばそうな実験してそうだな、ここで。何もないか、特に。ないな。え？あ、またいるな。めっちゃ落とすんだ。いた。誰だ君は。
なんでこれゆっくりなんだろう。いい加減、アボルイ。ちょっと強いのか。ここから。いや、頼りにしてる。頑張るね。あばエアリスが狙われてる。頑張るね。シナを狙え。それ。逃げても無駄。出番だよ。いいとこ見せなきゃ。アタッチメントレガルしたい。倒さない倒さない倒しちゃった。シャワー浴びたいな。すまねえな。レッドサーティーの仲間かなこれ。なんだこれは。あまたあるレバーが。はい。どう？何これ。何か来ますかね。こっちっぽいな。来たことないなこの色は。ボックスボックス。あとね。当てる。ああ、回復した方がいいか。大丈夫か。オッケー。なんかあんのかな。見て。お。なになに。上から行こう。なんかいる？ああ、めっちゃモンスターいんのか。オッケー。落ちんなよ。ああ、細くなった。こういうの好きだね。今回これ落ちるんだろうな。どうせ落ちるんだろうな。ほら揺れてる揺れてる。落ちるに5000ギルかけるわ。いけるのか。あーやっぱりね。シャーだったじゃねえわ。ピンチ乙女のピンチ。大丈夫みんな落下するね。よく。あやばい来たぞ。やるしかないね。ほら、ほら、火解放からの、さらに火解放からのショーダラッシュ。ほら、あ、なんか角入る。倒したかな。終わったね。ふう。で、ごめんな。あ、うん。こっちも行けるし、こっちも行けるぞ。なんだこれ。上行ってみるか、ちょっと。上行ってみよう。宝箱だろう。宝箱でしょうね、これは。宝箱ではない。結局、降りただけか。あ、でも宝箱だわ。よかった。ゲット、ゲット。メガポーション。オッケー。まあ、宝の匂いがしたんだよね。ここから降りれないかな。無理だね。オッケー。よし、じゃあ。あそこくぐって、セキルとか。そうだね。回復は、あー、ちょっとエアリスがやばいか。オッケー。さあ。結構近づいてきたのかな。こっちなんもないと。こっちだね、じゃあ。ここが出口？あ、出口。めっちゃすごい勢いできた、エアリス。なんどこの出口なの。あ、うん、03。北条博士嫌い。好きな人あんまいないっしょ。これじゃ、これで合流できるのか。オッケーオッケー。そっかそっか。で中央管制室に行けばいいわけね。よし、じゃ行くか。あ、レバー発見。はい、合流したいよクラロたちと。どうよ、押してください。敵出そうだな。下も通れるようになったかな。あ、本当だ。で、こっちか。はい。で、これで交代すればいいのかな。クライド？無事か。うん。さっき制御盤を操作したの。それで下の足場も繋がったと思う。お。次は俺たちの番だな。オッケー。二人ともそこにいてくれ。何かあったら。次は2か。第二研究室に入ればいいのか。でまたあんな感じで敵が出てくるんでしょう。はい。輸液確認。輸液確認。よし。該当エリアのサンプルテストを開始。輸液だけ出んのか。よし、じゃあ
ちゃっちゃと倒していきますか。よし、落ちた。お、宝箱いただきますと。メガポーション回復しろってことが、敵が多いってことかな。だそうだ、今ツインスティンガーどうなってんだろう。修練、あ、やっぱ50がいってるから、まあ、溜まってるのは溜まってるんだね。オッケー。なんだこれは、排気場か。めちゃくちゃになってんなこれ。さあ出てきてください。終わらせましょう。お、広いとこに来た。なんか出てきそうだけど。テストを開始します。出てくるか。あー、やっぱりね。全員を退避してください。テストを開始します。おいよ、全力で行くしかねえな。あ、どこだ。オッケー。反撃、あ、間違えた、反撃の構え。ちょっと見破りてやない。見破りとこ。レッドサイズの仲間なのかな。シン・ゼネネ、シンナの化学物によって生み出された人造生物。さまざまな生物を掛け合わせてできた合成獣。優れた身体能力を持ち、知能も高いが人間に従わなかったため、マジか、厳重に隔離されていた。それ従いたくないよね。炎に耐性があるんだ。いけ。さすがに焦ったぜ。よし。あ、今レッドサディが回復してくれたのかな。楽しんでいただけているかな。だな、宝珠出てこい、お前、お前が来い。いけ、ナイス。あ、効かねえのか、すごいな、恒星のバリアだ。おっと、当然強化ガラスだ。ガラスなのこれ、すごいな、このガラス。接触後も特に変化はなしか。クラウドのことか。おい、待ちやがれ。すぐどっか行くな。行くしかないようだ。で、宝珠、宝珠どこだ。宝だ。ミスティ、何それ。ミスティ、何それ。武器じゃないよな、ウォーム。ミスティーク、強え。あー、でもあれだね、マティリアなんかないんだ。きついな、これ。そのきついはいくら強くなる。マティリア頼りだから。またか、また実験場か。テストを開始します。あー、来ますね。制御班は回避してください。これかな。テストを開始します。あ、これよ。ちょっと見破っとくか。クラッシュじゃないっけ。違う、こいつじゃないわ。なんか向いていなかったっけ。これだ、モスクラッシャー。これは何、機械か。はい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 。オッケー、カメラが来てね。反撃のカメラが来てね。反撃の構え。あった、仕事した。イエーイ。連携しよう。おう、任せとけ。うわ、邪魔だな。いいのない。いけんだろ。やった。サンダがお見舞いしてやるぜ。サンダが、頼られちゃうな。サンダもか。どけどけ。よっしゃ、こい。サンダガだぜ。そっちはどうだ。終わりだ。フレイバーよー。ふう、自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。ガルティアガルス、相変わらず。こんなものか。次はえ、まだあるんすか。まだあるんすか。まだあるんすか。あっちか。じゃあこれ覚えたんでもいいや。え、バスターソードに変えよう。やっぱバスターソードに思い入れがあるんだよね。強さうんぬんじゃなくて、やっぱバスターソードですよね、クラウドといえば。よし、行くぜ、行くぜ相棒。どこだ、どこだ、戻るのこれ。リチギリ戻れない。え、あ、こっちね。分かりづらい。さっきと同じ感じか。レッドサジは大丈夫かな、体力とか MP。 これ最後かな。おい、
考えてるとこ悪いがよ。これでも食らえ。いっけバレット、うん、無駄なこと使ってなこいつ。テストを開始します。正義犯は退避してください。テストを開始します。ナイス、うめえ。お、行ったんじゃない。行ったね。さあ、何？なんだこれは。いい、そんなもん持ってんのか。おもちゃによろしく伝えてくれ。やるな北条。どうなってある？そう、レッドサイディ助けないと。モグラかこれ。これモグラだったんだこの穴。モグラじゃん完全に。モグラですね。見破った方がいいじゃん。デジョンハンマー、マシンガン兵器と。一定ダメージ与えることで一定時間暴走モードになる。暴走値はバーストしやすい状態になる。まあ雷が出てると、はいはい、3弾いくかな。あ、ダメか。あ、めっちゃ効く、めっちゃ効く。いったどこ行った、モグラ。行ってーな、おい。ほらこのままへばってな。サンダーで終わらすか。サンダー、よー行くぞ。待って、レッドサーチ待ってろ。大丈夫か。こっち、こっちね、はいはい、ありがとう、待ってくれた。レッドサーチ、なんだ、あの失敗。大丈夫？北条は？すまない、逃げられた。いいってことよ。脱出に専念しよう。そうだね、北条にあんま囚われてもしょうがないよな。エアリスを連れて、ここから脱出することが目的ですけどね、一番。あ、宝あった。宝だね。チェインバンク、強そうだな。あとで見ようか。待て待ていい、待て待ていい。合流してな、早く。もう何もない部屋ですかね。よし、待て。じゃねえよ。現代の治療は不要だ。改造、あるいは解剖か。まともじゃねえな。あ、しまった。なんだこれ。なんだ。なんだ今度は。なんだこれは。ポルターガイストですか。重力を操ってんのかな。終わった。なになにこれ。お、あ、さっきのやつだ。レッドサーチに拘束したやつ。そうだ、感情があるのか。さあやるか。よし、開幕見破る。これもブレインポット、死ぬ鏡で生み出された人造生物。生物なんだ一応これ。人間の脳をコピーした。へえ、マジか。模造脳が組み込まれてる。あ、じゃ本当に感情があるんだ。攻略情報ない。雷が来た、はい、なんかやばいなこれ。この円の中に入ったらまだ毒った。サンダラとりあえず撃ってみる。めっちゃ効く。俺の店一点吹っ飛ばされた。なんだこれは。閃光弾か。なんじゃこれ。とりあえず3弾撃てますかね。3弾がターゲットが見つかりません。あ、もう目が見えないんだ。どうしたらいい。どうなってんだこれ。あ、やっと動けなかった。うわ、なんかめっちゃ増えた、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。嘘でしょ。なんだこれ。とりあえず回復。大丈夫か。レッドサーチもやべえ。あ、動けねえのか。増えた、増えすぎだろ。ポイズンポット、ポットになってる。なんじゃこりゃ。上だ、よし。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ、助けて。なにタイムがかかっている。やばいなこれ。これはリジェネとかした方がいいな。リジェネ
乱闘じゃねえ。気合い入れてけ。ダブルチェン。作戦を変え。待ってました。どうなってんだこれは本当に。さあこっちだ。強すぎだろお前ら。どうする、もういいか、ぶん殴るか。いけ、ありったけよ。なにタイムとか聞いてないわ。サンダが一発一人ずつ倒そう、丁寧に。ほら、おう、任せて。なんかわけわかんない、パニックパニック、完全にパニックなんだって。回復した回復した。クラウドが死ぬ、クラウドが死ぬ。よし、キャルが行きます。ラビットチェーン。よしよし、減ってきた減ってきた減ってきた。バーストラッシュ。よし、来た来た来た、バーズ入った。あとは落ちた、終わりだぜ。どんなもんよ。よーし、倒した、びっくりした。